テレビ滋賀プラスワンです。滋賀県のことならお任せひとみ先生です。今日も一緒に勉強していきましょう。はい、はい、心の準備はできてますか？ワクワクしてますか？どうなっちゃうんですか？いよいよです。明後日です。6月5日第72回全国植樹祭滋賀2022がいよいよ開催されます。いやそれはいいけども、なんかひとみ先生がなんか松岡修造さんのノリに混じってきてる感じが。準備はできた。いやもう怖いね。はい、ね、あの新型コロナウイルス感染症の影響でね、1年延期されたんですが、ここまで着々と準備が進められてきました。うん、式典会場は招待された方しか入ることできないんですが、ただ県民の皆さんが参加いただける会場などがあるんです。もうね、いろんな参加の仕方があるんです。うん、当日はみんなで盛り上げていきましょう。はい、ということで今日はそんな情報をご紹介します。お願いします。どうやって参加しようかなってね、今から考えていただいて OK です。当日参加できるところをご紹介します。はい、ではまずはこちらをご覧ください。植樹祭は甲賀市にありますカフカ夢の森の式典会場を中心にご覧の県内10カ所で開催されます。うん、サテライト会場、一般植樹会場、招待者記念植樹会場となっております。はい、県内各地で開催されるんですね。そうなんです。各地で参加していただけるということでございます。うん、まずはね、式典会場となるカフカ夢の森からご紹介していきましょうか。会場の様子で、ね、今日リポートに行ってきました。ご覧ください。わあ、綺麗な緑緑緑、そして私も一体となれるように緑ということで、こちら第72回全国植樹祭滋賀2022の式典が行われる会場、カフカ夢の森です。あさって5日の開催に向けて準備が進められています。ここからは全国植樹祭推進室の南出さんにご案内いただきます。いや、こちらで式典が行われるわけですね。そうです。あの大きな建物、あちらは何ですか？あれは御野立所と言いまして、はい、天皇皇后両陛下にお座りいただく場所で、会場のシンボル的な存在になっています。床面の円形の床面は琵琶湖の湖面を、柱は樹木を、屋根は樹冠の広がりを表しています。今年の3月に着工し、およそ1ヶ月で大枠が出来上がりました。そして5月20日に竣工しました。あの小野立所の中央にモニターがありますよね。あちらは今回残念ながら天皇皇后両陛下はご来見はいただけないんですが、あのモニターを通じて東京から会場にご臨席いただきます。なるほど。ということは両陛下は会場の様子をご覧いただけるんですか？そうですね、あのモニターの隣に設置されましたカメラを通じてこちらの様子をご覧いただけます。いや、それは良かったです。あの県内の高校生たちが牡蠣だったり紹介アレンジメント一生懸命ね作ってくれましたからね。そうですね、高校生といえば式典進行も高専カトリック高等学校の放送部の3人が行ってくれます。開式に先立ちまして、イントロダクションプロローグを始めます。4月24日にはあいにくの雨の中、総合リハーサルが行われ、進行のリハーサルが行われました。開催に向けてご尽力いただいた皆様、今日ここにお越しの皆様に感謝を申し上げます。3人に意気込みなどを聞きました。司会っていうのは会を司ると書くので、私たちが、やらせていただいた司会という役割をちゃんと全うできるように、会全体を仕切れるような、そんな引っ張っていけるような司会を目指したいと思っています。やっぱりこの大会がすごく大きいので、テレビの前だとか、まあ、会場もそうなんですけど、テレビの前で聞かれている方とか、たくさんの方が聞かれているので、その聞かれている方にどう伝えたらちゃんと伝わるのかっていうのを意識して頑張りたいと思っています。私たち自身も楽しむことを忘れずに、一人でも多くの方に楽しんでいただけるように、この植樹祭を盛り上げていきたいと思います。司会とは会を司る、いや、司会をする機会も多々ある私にとっても、いや、大切にしたい思いだなと改めて感じました。実は式典内で流れる音楽も高校生が合唱演奏しています。ただ
コロナ禍での開催となった今大会は、感染対策の観点から高校生音楽隊による演奏は事前の録音での出演となりました。難しい状況の中、練習を重ねた素晴らしい演奏となっています。会場をもう少し紹介しましょう。全国植樹祭は森林、緑に対する理解を深めるために行われる国土緑化運動の中心的行事です。いろんなところに木が使われています。こちらが会場の入り口ですよね。大きなゲートがありますね。はい、これはウェルカムゲートでして、はい、ウキスという作品になっています。はい、水鳥の巣をモチーフにした作品でして、この作品を通じてですね、大会の開催理念にも掲げております森、川、里、湖と書いて海のつながりを来場者の皆様に感じていただければと思っております。あ、こちらにもようこそ滋賀県へって書いて、あ、ちょっと待ってください、琵琶湖の形があしらわれてるじゃないですか。そうなんです、うん、木のグリッドを使って琵琶湖の形を作ってられてまして、こちらウェルカムボードになります。なるほど。いや、こちらも凝ってますね。この正面に飛び出してきている木材に、はい、来場者の皆さんが緑のシールを貼っていくことで、はい、琵琶湖の周りが植樹された木によって緑に染まっていく、そんな未来を感じていただけるようなテーマを表現されています。もうみんなで緑のこの滋賀県を作っていくみたいな感じなんですね。そうですね。いや、素敵です。で、こちらは誰が考えられたんですか？滋賀県立大学環境建築デザイン科の学生さんたちで構成する多賀木商塾に作成いただきました。多賀木商塾は地域の間伐作業であるとか、地域木材を使って地域の施設に木製品を提供するような活動をされておられまして、そうした縁で今回制作いただくことになりました。なるほど。これらをどのような思いを込めて制作したのか聞きました。やっぱり僕が大事に思っているのは、木材に感謝の気持ちを持つことですね。木材、いろいろホームセンターに、並んだりしてますけれども、その木材っていうのは植えてくれた人がいて、木が何十年かけて育っていってくれて、それをまた、伐採してくれた人がいて、製材してくれた人がいて、やっと僕たちが加工に携われているっていうことを、しっかり、胸に持ちながら、木材に対して感謝の気持ちを持って、加工することが大事だと思っています。今年度滋賀県で植樹祭が行われるということで、その年に私たちが多賀木商塾として活動できるということで、それをとても嬉しく思いながらも、全国から見てくださる皆さんに、来てくださる皆さんに、少しでも滋賀県の良さというものを発信できたらいいかなと思っています。皆さんぜひ見てください。木材に感謝の気持ちを持つこと、まさに全国植樹祭の目指すところと同じですね。会場では他にも多賀木商塾が制作した木を使ったオブジェがあります。フォトスポット、滋賀県の形を1枚の葉っぱのフレームと合わせ、そこに人が入ることにより人々と自然のつながりを再認識できるようになっています。またサイドにある木も琵琶湖材のマークをイメージしています。私も皆さんよりちょっと先に記念撮影。いや、いろいろご紹介いただきましたが、本当に素敵な会場になってますね。ありがとうございます。で、当日こちらの広場はどんな風になるんですか？県内外から1000人の招待者をお迎えしまして、あの緑の芝生の張られたアトラクション広場で様々なアトラクションを披露いたします。その一つがプロローグアトラクション、森琵琶湖人のハーモニーで、森と琵琶湖の関わりや森を守ることの大切さを創作ダンスを通じて表現します。滋賀養父協会に所属されているダンサー98名や大津市児童合唱団26名、ウォータン、ストーリーテラーの見守り役を演じていただく中森さんが出演します。大会テーマ表現では水をイメージした大きな布でパフォーマンスを行います。ステージと会場の一体感をぜひご覧ください。今回新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、全員が集まっての練習がなかなか実施できなくてですね、ネットや映像を利用しての練習でここまで仕上げました。そのあたりも注目いただけたらと思います。
滋賀ならではが散りばめられた第72回全国植樹祭滋賀2022は6月5日日曜日あさって開催です。素敵な会場でしょう。はい、あの滋賀県に来るとね、本当にね自然とね触れることができて素敵だなっていつも思うんですけれども、うん、そんなね滋賀県の自然の魅力っていうのがここにギュッと集められてると思いますね。はい、思います。そしてそこにね、若い力が、学生さんすごいですね。すごいですよね。ちゃんと考えてはる、ね、高専の子なんかもうスポーツだけじゃないねや。ないんです、すごいんです。文化系もすごいんやなって、ね、上手です。上手でしたよね。もうあの勉強になりますという感じがしますね。本当に思いもすごいし、もうこうやって準備されてきて、この会場で当日いろんなアトラクションが行われるって本当に楽しみですよね。楽しみなんですけど、ただ式典会場には招待者しか入れないんですよね。入れないけど見ることはできるんです。芝居昭和、芝居が昭和というのもですね、この芝居が昭和やめて、昭和って言われちゃって令和やで、はい、この琵琶湖放送でノーカットで生中継されるんです。おお、もう琵琶湖放送のアナウンサーでね、もううまいことこうやって誘導されたわ。生中継されるんです、この琵琶湖放送で、ぜひご覧いただきたいと思います。はい、さらにですね、番組冒頭でも紹介しましたが、サテライト会場とそして一般植樹会場、こちらには一般の方も参加いただけます。はい、サテライト会場は長浜市の駅町テラス長浜、草津市の琵琶湖博物館、甲賀市の忍びの里プララです。一般植樹会場は米原市のキャンセの森、森山市の琵琶湖地球市民の森、高島市の森林公園くつきの森です。こちらどなたでも当日参加 OK でございます。はい、では各会場はどんな雰囲気になっているのか少しご紹介しましょう。JR 北陸線長浜駅にやってきました。この上がサテライト会場になっているということなんです。どんな風になっているのか気になりますね。行きましょう。上がってきました。あ、ほら見てください、街灯にも全国植樹祭って書いてあります。そしてあ、こうやって花壇があって、じゃーん、看板です。こうやって皆さんここ通るたびに、あ、いよいよ始まるんだなって気分が盛り上がっていくわけですね。サテライト会場は駅町テラス長浜。ほら横断幕があって、サテライト会場駅町テラス長浜でイベント開催ということでね、ほら食音楽体験など盛りだくさん。ここで植樹祭のライブ放送があったりとか、あと世界の屋台が大集合だって、どなたでも参加可能ということで、この植樹祭の一日ここでもたっぷり楽しめるわけですね。ワクワクする。また名探偵コナンの工藤新一役などで有名な声優山口勝平さんと声優天野優さんが来場し、会場を盛り上げてくれます。さあ続いては一般植樹会場の一つをご紹介しましょう。真実はいつもたった一つ。一般植樹会場の一つ、米原市にある滋賀県立キャンセの森。キャンセとは地元の言葉で、おいでください、いらっしゃいを意味します。キャンセの森ではコナラ、クヌギ、ケヤキなどの落葉広葉樹や杉、ヒノキの針葉樹があり、樹木観察や森林浴が楽しめます。そしてこの森には大きな見どころがあるんです。実はこちらの大きな木、1975年に開催された第26回全国植樹祭でお手巻きされたヒノキなんです。いや、47年という年月を感じさせますよね。そして一般の方の植樹はこちらで行う予定となっています。植樹される木は山桜やコナラなどです。コナラ、この苗木にも秘密があります。平成30年からスタートした苗木のホームステイとスクールステイで、ご家庭や会社、団体、学校などに苗木を配って大切に育てていただいたものです。配った苗木はおよそ1万本。全国植樹祭滋賀は琵琶湖の水源である滋賀の森林がテーマです。琵琶湖の水でつながる琵琶湖淀川流域で暮らしておられる県外の方々にも育てていただきました。植樹は予約不要です。当日の10時から15時まで受け付けています。
受付多数のため植樹する苗がなくなってしまった場合はご了承ください。式典会場には参加できなくてもサテライト会場や一般植樹会場で全国植樹祭滋賀を盛り上げることはできますよね。皆さんキャンセキャンセ。はい、各会場でそれぞれいろんな楽しみ方ができますよ ね。どんな風に参加しようって皆さんぜひ考えてみてくださいね。ではその他の会場についてもご紹介しましょう。サテライト会場の県立琵琶湖博物館、こちらでは琵琶湖博物館のホールの大スクリーンで中継放送を見ることができます。はい、また滋賀県の木で作られたテーマパーク木育ミニパークがこの日限定で登場します。木工体験に参加してこの会場でしか手に入らないオリジナルコースターを手に入れましょう。またですね、カホの登山日記で人気の YouTuber カホさんによる山の楽しみ方をテーマにした記念講演が行われます。黒川さん、 YouTuber カホさんってご存知ですか？事前に拝見したんですけど、登録者数がなんと20万人超えの人気 YouTuber さん。人気なんです、ね、なんかもう見てるだけで森林浴できるよう な、 なんか気持ちいいし、ね、なんか山登りしたいという気持ちになりますよね。まあ、人気で講演の申し込みというのはすでに終了しているんですが、そのカホさんの講演の様子は後日配信もされるそうなので、こちらもどうぞお楽しみに。そして琵琶湖博物館のサテライト会場のイベントの方はどなたでも参加可能です。当日参加 OK です。ただし展示の観覧には別途観覧料と事前の予約が必要となります。さてもう一つのサテライト会場です。甲賀市にある忍びの里プララ、こちらでは甲賀グリーンフェス in 忍びの里プララとして開催されます。こちらも植樹祭を大型スクリーンで生中継、また林業体験やマルシェコーナーもあります。駐車場はプララ大駐車場をご利用いただけますが、駐車場の数には限りがありますので、できるだけ乗り合わせてのご来場をお願いします。また会場への乗り入れはできませんのでお気をつけください。さあどこからどんな風に参加しましょうね。まあ、この日は県内各地で、ね、ライブ中継も行われるので、もうこの日この時間はみんなで、ね、県内一つになれますよ ね。さてそれではもう一度一般植樹会場をご紹介しておきましょうか。お願いします。 VTR でも紹介しました米原市のキャンセの森、そして森山市にあります琵琶湖地球市民の森、もう一箇所は高島市にあります森林公園くつきの森となります。はい、まあ、この植樹でね、この日に植えた木が成長して樹木になるにはもう何十年後とかかりますからね。まあ、それだけ森作りの大変さだったり大切さもね改めて考えさせられますよね。さて今回の全国植樹祭はウィズコロナでの開催です。イベントの内容は予告なく変更または中止となる場合はあります。あらかじめご了承ください。はい、ということでこんな風に準備が進んでいる、ねね、会場の様子を見るともうワクワク止まりませんね。で私あの高島出身なんですけど、あの地元のくつきをひいきします。みんなくつき行ってください。ひいきするのはもう自由でございます。それぞれひいきを見つけていただければと思います。はい、第72回全国植樹祭滋賀2022はあさって6月5日いよいよ開催です。この琵琶湖放送では式典の様子を生放送します。サテライト会場などに、ね、行けないという方はぜひお家でご覧ください。これも参加となりますよね。まあ、なんといっても47年ぶりの開催ですから。すごい、生まれてませんから先生、もちろん生まれてませんから、ね、もちろん生まれてと疑わないで。じゃあそれは本番やけど、そ微妙やなと思って、まあ、ギリギリやけどそれぐらいまたとない機会、ね、またとない機会でございます。皆さんご参加ください。5ぐらい45ぐらい予想もやめてください。はい、生まれてないということです。はい、さて次回のプラスワンは6月17日の放送です。次回は山の健康テーマにお届けします。どうぞお楽しみに。以上テレビ滋賀プラスワンでした。